はい、皆さんこんにちは。今日はシリカと肝臓についてですね。シリカ、ケイ素とも言うんですけども、人体への有用性はいろんな面で明らかになってきています。でその一つとして脂肪肝を改善するという作用があるんですね。ですから今日の内容は今脂肪肝の方だけじゃなくて、健康診断で肝臓の数値がちょっと気になる方向けに、なぜシリカが肝臓を癒してくれるのか、その仕組みと、あとはそのどれぐらい取ればいいのか、どういう取り方をすればいいのかっていうことも動画の後半で解説していきます。まず水溶性ケイ素で体重と脂肪肝が改善したという研究結果になるんですけども、これは日本の研究で脂肪肝と診断された25名の方に6ヶ月にわたって水溶性ケイ素の濃縮液を1日 9ml 摂取してもらうんですね。そうすると摂取した群は摂取しなかったグループに比べて6ヶ月で平均3キロの減量効果があった。で BMI も大きく減少していたということ、そして CHE および PAI1AST が優位に改善していたということなんですね。これは全部肝臓の数値になるんですけども、この CHE というのはコリンエステラーゼといいまして、肝細胞の実質的な機能を表すような数値になります。この AST っていうのは健康診断でもおなじみだと思いますけども、肝臓の障害度なんですね。肝臓の細胞が破壊された時に出てくる数値になりますので、これが高いとちょっと肝臓が痛めつけられているということになります。であと PAI1 っていうのは血栓を溶かす能力なんですね。これが低いと、この血栓を溶かす能力が低くて、血液が詰まってしまうリスクが高いということになります。こういった数値が優位に改善していたということなんですね。この研究はただ、人数が少ないのと、平均年齢が63歳ということでちょっと年齢が高いっていう部分はあるんですけども、もともとこのシリカが肝臓の数値を改善したり体重の減少をダイエットにいいということはマウスの研究で分かっていたんですね。マウス、動物実験で、分かっていたことを今度人でも臨床試験でやってみたら同じような結果が出たということで、より信頼性が高まったと言えます。そしてこの水溶性ケイ素の濃縮液 9ml ということなんですけども、これ商品名も論文に書いてあってウーモなんですね。ウーモについては別の動画で解説しているんですけども、 9ml ということはケイ素に換算すると 82.8mg ということになるんですね。これは、食べ物で取ろうとしたら結構大変です。でシリカ水なんかコンビニで売ってるペットボトルでも、あれは2本ぐらいは飲まなきゃいけないので結構大変だと思うんですね。ですからこのケイ素濃縮液が一番効率よく取れると思います。そしてシリカが体重を減らす仕組みについて詳しく解説していくんですけども、まず一つはミトコンドリアを活性するということがあると思います。人間が生きてるためのエネルギーというのはほとんど細胞の中にあるミトコンドリアっていうのが作ってるんですね。ミトコンドリアっていうのはもともと本当に地球で生命が生まれた時にはミトコンドリアっていう一つの細胞の単細胞生物だったんですね。これが酸素を吸ってエネルギーを作り出す機能を獲得して、これが他の細胞とか細菌とどんどん合体していって酸素を吸って生きられる生命体ができてきたということなんですね。そして地球っていうのはほとんど鉄とケイ素でできてますから、もうこういう最初の生物っていうのはケイ素を食べて生きてきたわけなんですね。ですからミトコンドリアっていうのはほとんどケイ素でできてますので、ケイ素の摂取によって、ミトコンドリアが活性化する。そしてミトコンドリアが活性化することによって、全身でエネルギーの消費量が増えて臓器の働きが活発になって、そして代謝が上がるということですね。生きてるだけで消費されるカロリーが自然に増えていく、体の機能が高まることで消費カロリーが増えていくということになります。このケイ素の摂取によってミトコンドリアの活性度が高まって酸素の消費量が増えるっていうことは、これアメリカの論文でも確かめられているんですね。ですからこういったことによって体重が減少するし、肝臓の細胞のミトコンドリアが活性化すれば当然肝臓の機能も高まっていくので数値も改善していくということになります。
そしてもう一つの理由は血流の増加ということもありますね。シリカというのはケイ素なんですけども、コラーゲンの合成を促すという働きがあります。血管壁っていうのはもうほとんどコラーゲンでできてますから、血管の壁が丈夫になっていくんですね。正常に保たれるので、そしてコラーゲンが正常であれば血管の壁は柔らかいので血圧も上がりにくくなりますし、血管内の余剰なコラーゲンとかコレステロールを排出して血液をサラサラに保つという働きがあります。血流が増加すればもちろん全身の臓器に流れ込む血の量も増えますから、そうすると臓器の活動が高まって代謝が高まって、これも痩せるし肝臓の機能も高まるということになるんですね。こういったことがあるので、ケイ素というのは体を元気にすることで消費エネルギーを増やして余計な脂肪を減らしていくという作用があると考えられます。そしてシリカ以外に脂肪肝に有効なものなんですけども、実はコーヒーも有効なんですよね。コーヒーというのはいろんな健康効果があって、昔はもう薬として飲まれていたようなものなんですけども、これは日本の研究で健康な成人4554人の結構大規模な調査になるんですけども、アルコールの量とか肥満の有無にかかわらずコーヒーは肝機能を改善するということが分かっているんですね。もちろん肝機能っていうのは肥満の方とかお酒が大好きな方はどうしてもダメージを受けやすいということはもうどうしようもない明らかなことなんですけども、こういった2大リスクを抱えている方であってもコーヒーを飲む習慣がある方はさらに肝機能の改善が見られるということになるんですね。同じ属性の方に比べればコーヒーを飲んでいる方の方が肝機能はいいということになります。ですからもちろんアルコールもそんなに飲まないし肥満でもないしコーヒーもたくさん飲むという方が、一番いいことは間違いないんですけども、肥満であったりアルコールが好きな方でもコーヒーはその害をちょっとは減らしてくれるよということなんですね。で、同じように健康的なドリンクでいうと緑茶も有名なんですけども、緑茶で同じ調査をした場合は脂肪肝の改善には効果は見られなかったということが分かっているんですね。ですから緑茶は緑茶でいろんな健康効果ありますけども、この脂肪肝、肝臓の機能に限って言うとコーヒーの方が有効である可能性が高いですね。ですから本当に肝臓が気になる方であればコーヒーを入れて、そのコーヒーにシリカの濃縮液を1杯入れるか、もしくはシリカ水のミネラルウォーターでコーヒーを入れる、こういった飲み方が最も肝臓にいい習慣じゃないかなと思います。そして最後に高濃度ケイ素濃縮液の話なんですけども、先ほど冒頭で紹介した実験だと日本製のウーモという商品を使ってるんですけども、これ別の動画でも紹介した通りとにかく値段が高すぎるのでとても続けられないと思うんですね。ですからアイハーブとかで海外製のシリカサプリってすごい安く買えるので、買うんであればこういったものの方がいいと思います。で、私がよく買ってるこのエイドンのシリカであれば小さじ1杯 5ml でケイ素の量は換算すると 57.5mg になりますので、これを小さじ2杯1日でもう十分なんですね。これ1回で 10ml 取るよりも2回に分けた方がいいと思いますね。というのはケイ素っていうのは体の中である程度働いたら余分な分はすぐ排出されちゃいますので、1回でたくさん取るよりはこまめに何回かに分けて取った方が効率はいいんじゃないかと思います。ですからこのエイドンのシリカであれば1杯あたり28円から続けられますので、アイハーブであれば紹介リンクも使えますから、それでちょっと割引になるので、概要欄の紹介リンクなんかも興味あれば見てください。シリカ、ケイ素とも言われてますけれども、こういった形で本当にさまざまな効果、健康効果というのがありますので、私はもうあんまり余分なサプリ、あんまりいろんなサプリは増やさない主義なんですけども、このシリカだけは本当に重要だなと思って、毎日続けてますね。今日の動画役に立ったよという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。